ニューエラボールは、関西学生アメリカンフットボール連盟主催のアメリカンフットボールのボールゲームである。関西学生アメリカンフットボール連盟所属各校の選抜選手、コーチと全米大学体育協会加盟大学からの招待選手、コーチが、ブルースターズとホワイトスターズに分かれて戦う、オールスター形式のゲームである。例年、 春季の締めくくりの試合として7月初旬に開催される。もともとは1990年から阪急西宮スタジアムを舞台に行われたシャープカップ平成ボールという大会で7月に行われた。関東と関西の大学の代表チームがアメリカ合衆国の全米大学体育協会加盟の大学と連合チームを結成しての対戦で春季締めくくりの ゲームとして位置づけられた。出場校にとっては、アメリカ人選手とのプレーだけでなく、本場のコーチの指導を直接受けられることが、最大の利点であったが、関東のチームの招待は、第2回大会までで終わり、第3回大会からは、前年度の関西学生リーグデブ1の上位2校に、全米大学体育協会からの招待大学が、 それぞれ連合して戦う形式が定着していた。来日する招待選手には、前年度で現役を引退した者が多いが、これは、現役選手のプレシーズン期間中の試合出場に、非常に厳しい n c w a の規定の対応と、日本の選手との力量差等への考慮によるものである。2002年に、スポンサーの撤退を機に、新時代を意味する現在の名称に変え、合わせて、 対戦形式を変更した。平成ボールで来日する全米大学体育協会のコーチ、選手との交流は出場校のレベルアップにつながったとの評価が関西学生リーグ内にある一方でリーグ戦会校には出場機会が巡らないことにより上位校との格差を広げる一員になりかねないとする懸念もあり。 この解消策として、ニューエラーボールでは2校だけでなくリーグ加盟校全体に門戸を開放する形となった。単に、オールスターゲームの実施のみが目的ではなく、フットボールクリニック等を通じた国際交流の場としてのプログラムの充実も図られている。また、選手だけでなく、子供たちがアメリカンフットボールに接する機会を増やすため、通常は、 チームスタッフが行うウォーターキャリーを公募した子供たちに担当させる等の企画も行われている。2003年からは試合会場を長い球技場として開催していたが2007年の第6回大会は京セラドーム大阪に移して開催された。テレビ放送に関しては毎日放送の関西ローカルにて深夜で放送されガオラでも放送されている。 日本の出場大学名は共に、ディビジョン1所属校の未表記第1回ホワイトスターズ23から14ブルースターズ阪急西宮スタジアム。第2回ブルースターズ20から19ホワイトスターズ、長井球技場。第3回ホワイトスターズ0から0ブルースターズ、大阪市長井球技場。第4回ホワイトスターズ21から10ブルースターズ、大阪市長井球技場。 第5回ホワイトスターズ31から26ブルー、スターズ大阪市長井球技場。第6回ホワイトスターズ31から18ブルー、スターズ京セラドーム大阪。第7回ブルースターズ9から7ホワイトスターズ大阪市長井第2陸上競技場。第3回は雷雨のため第4球途中で試合中止となり引き分け扱い。会場はいずれも 阪急西宮スタジアム。アメリカ合衆国の大学名の表記は当時の資料による。ありがとうございます。